はい、どうもこんにちは、ジョージです。今回は、僕の48の、ハンドル交換をやっていこうと思います。で、今回僕が交換していくハンドルはじゃん、こちらですね。ネオファクトリーさんの、オリジナルのローライズバーハンドル。ちょっとね、若干絞り気味で、低めのねハンドルです。でまあ、いろいろね、めちゃくちゃ悩んだんですけど、まあ、そのね、ハンドル選びに関しては、バイク乗りながら交換終わったら話していこうと思うんですけど、結構こういうポジションになるハンドルです。実際に当てがってみると、こんな感じですよね。もう全然ポジションも変わってくるんで、かなり、手の位置は前に来て、まあ、運転しやすいかなというところです。ちょっとね、僕はどうしてもね、このノーマルの段階でも、ちょっと前傾姿勢、ちょっとね、前傾姿勢が疲れるなっていうところで、一応ね、ほんとドラッグバーとかも相当悩んだんですけど、やっぱ僕は楽な方がいいなと、乗って疲れちゃうのはちょっと嫌だなっていうところだったんで、まあこういうね、楽なポジションのやつにしました。はい、じゃあまずですね、ハンドル外す前に、僕の場合ですね、この USB 電源ついてるんで、一番最初かな、このバイク買って一番最初に DIY でカスタムしたのがこの USB 電源の取り付けだったんですけど、こちらをね、一旦外していこうと思います。まあこんなの一瞬ですね。はい、というわけでまずはですね、この左側のスイッチボックスを外していきます。このね、2つネジ穴があるんですけれども、トルクスの27で外していきます。はい、外れました。一旦ね、どっかに置いておきます。はい、続いてはこちらのスイッチボックスを外していきます。で、このスイッチボックスはここに、ネジ穴があるので、今度は、こちらトルクスの25で外していきます。いや、それにしてもね、もう暑くて暑くてやばい。ちょうどウインカーの横にも、同じネジがあるので、そちらも外していきます。よし、外れたんだけど、これが、多分このワイヤーがなんだっけ、グリップヒーターの電気だと思うんだけど、このままスポット抜けそうですね。これに、ワイヤー類が結束バンドで留められているので、一旦切っていっちゃいます。お、外れるぞ。おお、なるほど。これ中に配線が通されてんだ。どうすりゃいいんだろう。うん、多分ずっとつながってるんで、ここでの結束バンドも剥がして、このスイッチボックスとグリップヒーターを完全に分離させた方がいいっぽいですね。これで完全にスイッチボックスが独立した状態です。そしたらこれと取んないで、これどこに繋がってんだろうね。これ多分アクセサリー電源までいってると思うんですけれども、ああなるほどね、アクセサリー電源、バッテリー付近のアクセサリー電源からこれが来てて、この中のやつで右ハンドルまで電気が通ってるんですね。こう来てこういってる感じですね。なので多分カパって両方取れるんじゃないかな。うん、とりあえずこれつけたままにしましょう。次右行きます。次も、同じ手順でここを一体を外していきます。はい、というわけで、右のねアクセルのグリップのところを外すことができたんですけれども、案の定ね、このままスルッといくと、グリップヒーターの中にもやっぱりね、配線が通ってて、こっちとこっちが繋がってんですね。ハンドルバーの中で中通しされてて、で、僕は今回のハンドル交換では、グリップヒーターも使わないつもりなんですけど、適当なところで切って、それで問題があるんだったらちゃんと根元から、外そうとは思います。ちょっとね、今面倒くさいんで、そういう風にやってみちゃおうと思います。多分パーツももう10年くらい前のパーツなんで、綺麗に取って最初売ろうとも思ったんですけれども、
まあもうボロボロだし、あと動作確認もしてないんでね、いいかなと思って、切っちゃいます。はい、切っちゃいました。で、今度は反対側、そしたら今度、まあ、ここですね。僕の、以前動画でもやってるんですけど、メーターは移設しているんですけれども、ここを外していきます。4分の1インチですね、ここは。一応僕のね、タコメーターついてるんで、タコメーターもそっとぶら下げておきます。はい。これでね、ハンドル取り外しました。そしたら今度は交換ですね、やっていきます。というわけで、ハンドル外れたんで、ちょっと一回当てがってみますか。結構いい感じですね、理想通り。ちょっと長いかなっていう感じはしたけど、まあいっか。今回はですね、さっきね、ぶち切ったこのグリップなんですけれども、これを元につけていきます。配線切ってこんな変な状態ですけれども、ちょっとね今、オリンピックで配送が遅れてて、グリップも買ってるんですけど、それがまだ届いてないんで、今日のところはちょっととりあえずこれを一旦つけます。今全部仮止めですけど、とりあえずどんどんちょっとずつ元に戻していきます。ケーブルがね結構ギリですね。はい、これまでね、1時間ぐらいちょっと作業してたんですけれども、ここに来てついにつまずきました。右のね、フロントブレーキを取り付けようとしたんですけど、やっぱりブレーキケーブル、ブレーキホース届かなかったです。ここが限界でした。いやー惜しい、マジで。またねパーツを取り寄せてちょっと続きをやらなきゃなという感じです。くそー、結局ハンドルバーを買って取り付けないと届くか分からなくて、このバーのインチとか長さとかを数字見ても、結局どこまで、位置がねどういう感じになるか分からなかったので、先に取り付けようっていうふうに思ったんですけれども、まあ案の定というかね、不安が的中しちゃいました。くそー。というわけで、この後はですね、ケーブル、ブレーキホースを取り寄せた後になります。